皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はマツダの新型マツダ2をご紹介していきたいと思います。このお車は少し前に大幅な商品改良が行われた新型車で、この強さと可愛らしさを両方兼ね備えた雰囲気、すごく気になりますよね。また今回ご紹介するモデルは私一押しのモデルとなっていて、この新しくさらにかっこよく生まれ変わった素晴らしい姿をぜひ最後まで一緒に見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードはクロス D スポルトプラスというディーゼルの最上級モデルとなります。全長4080mm、全幅1695mm、全高1525mm、燃費は WLTC モードで 21.6kg です。今回のこのモデル、実は大人気のブラックトーンエディションというモデルをさらにスポーティーに仕上げたこだわり仕様で、このコンパクトカーを黒カスタムした雰囲気、ほんとかっこいいの一言ですよね。ディーゼルでは唯一マニュアルを設定するなど、車好きの方はもちろん初めての愛車選びにもぴったりな素晴らしい仕上がりになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この生命感漂う薄型のヘッドライトに大型のブラックグリルといい、とても相棒感が漂うかっこいいフロントマスクとなっています。ここのグリル部分はグロスブラック仕上げにクラシックレッドという CX5 などにも採用している赤のアクセントが備わり、こういう目を引くポイントが一つあるだけでもさらにおしゃれさが引き立てられますよね。またここにはスポルト専用のクロームメッキも装備され、個人的にはこのシグネチャーウィングに反するようにデザインされたここの開口部の造形がとてもバランスが取れているなと思っていて、今回の新色のエアログレーメタリックとも相まって、ほんとすごくかっこよく決まっていますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、ウインカー以外は全てフル LED 仕様となっています。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、とてもシンプルなシルエットでありながらスポーティーでおしゃれ感漂う、そんなデザインとなっています。ドアミラーはフロントグリル同様グロスブラックが与えられ、また今回注目してほしいのがルーフの部分なんですが、実はこれブラックのフィルムが初採用されているんです。最近はいろんなところでよく耳にしているかと思いますが、カーボンニュートラルの実現に向けた技術が今回採用されているそうで、こういう環境に配慮しながらおしゃれなツートーンが手に入るのは本当素晴らしいことですよね。タイヤは16インチです。この切削加工とブラックメタリック塗装のホイール、すごくかっこいいですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、まるで輸入車を彷彿とさせるようなおしゃれで可愛らしい、そんなリアデザインとなっています。リアにもフロント同様赤のアクセントや、ここにはグロスブラックのラインも備わり、フロントと統一感のあるデザインがすっきりとしていてとても素敵ですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、こちらもウインカー以外は全て LED 仕様となっています。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックを基調としたとてもスポーティーで高級感が漂う、そんなデザインとなっています。至る所に赤のアクセントが施されているのも今回のグレードの魅力部分でもあって、もはやコンパクトカーの域を超えた素晴らしい空間に仕上がっているので、詳しくその内容を見ていきましょう。まずフロント中央には8インチのセンターディスプレイが標準装備となっています。このナビはタッチ操作ができるナビとなっていて、最近のマツダのお車では少なくなってきましたが、やっぱり押して操作をしたいという方もいらっしゃるかと思うので、これはすごくいいですよね。その下にはハザードボタンと、その隣にはおしゃれなエアコンの吹き出しが備わり、外側はガンメタ、内側は赤の加色とスポーティーでかっこいいデザインになっています。またここにもエアコンの吹き出し口と、
それをつなぐように一本のラインがきれいに走り、その下には黒のスウェード素材にデッドステッチと高級感とスポーティーさを融合させ、室内もより広く見せるなど、これはすごく素晴らしいデザインだなと感じました。そしてその下にはステアリングヒーターのスイッチと運転席助手席用のシートヒーターも備わり、なんとそれぞれ3段階で調節することができます。さらにその下にはダイヤル式の温度調整、風量調整、吹き出し口の切り替えダイヤルが備わり、ダイヤル自体もものすごく大きめにデザインされていて、このレトロ調でおしゃれな雰囲気がまた個人的にはすごくいいなと感じました。そしてその下には CD、DVD を入れるスロットとアクセサリーソケット、USB のタイプ A などが2口備わり、この部分は滑り止め素材が採用された小物置きとなっています。さらにその後方には本革巻きのシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。シフトの後方にはナビの操作ができるコマンダーコントローラーやスイッチが備わり、慣れればこっちの操作の方が個人的には楽に感じますが、皆さんはどっち派でしょうか。そしてその隣にはなんと手動式のサイドブレーキが備わり、実はこのマツダ2はマニュアル車も選べるということもあってか、手動タイプが標準仕様となっていて、これは少し意見が分かれそうではありますが、本革巻きで握った感じも上質感があり、質感はとてもいい印象です。そしてここにはドリンクホルダーとちょっとした小物置きが備わっています。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、本革とスウェードでできた贅沢なコンビシートとなっています。シートの素材もとても上質ですが、デザインにもすごくこだわりが感じられ、サイドには赤のライン、背もたれ部分にはドット柄が中央ではなくあえて外側にオフセットされているなど、本当このおしゃれな雰囲気すごく気持ちを高めてくれそうな印象です。シートに座った感じもとてもよく、スウェード素材なので滑りにくく、よりホールド感も感じられ、これはとても快適です。またシート調整は運転席のみ電動で調整することができ、メモリー機能も備わるなど、これも標準装備という点は本当すごいですよね。そして足元を見ていくと、ペダルはオルガン式となっていて、この形状は運転元でもしやすく、運転時の疲労も軽減してくれます。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも細すぎないのでとても運転がしやすい印象です。ハンドルの左側でメーター内のディスプレイやオーディオ関係などの操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後を上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは中央にタコメーターとデジタルのスピードメーターが備わり、左側はシフトの位置などが表示され、シンプルではありますが、個人的にはとても情報を確認しやすいなと感じました。またヘッドアップディスプレイも標準装備になっていて、メーター周りの質感といい、やっぱりマツダさんは素晴らしいセンスを持っていますよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、一番上はハードプラですが、中央にはグランリュクスというスウェード調の素材に赤のステッチ、肘置き部分にはソフトパッドと、とてもスポーティーで高級感をも感じる、そんなデザインとなっています。なんといってもスウェード素材を用いることで、室内空間がよりスポーツカー寄りのかっこいい雰囲気になり、赤のステッチもダブルステッチと、ほんと抜かりない作りはファンが多いのも納得ですよね。ドアを閉めた音はこのようになっています。運転席の右側には360度ビューモニターのスイッチがなんと標準装備で備わり、その下には給油口を開けるレバーがついています。中央上部には照明が備わり、ここは正直少し物寂しい雰囲気が否めませんが、
せめてサングラスホルダーなどでもあればもっと印象が変わったのかなとも感じました。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡のみ備わっています。それでは次に気になる後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、後席はシンプルでありながらも前の席同様質感の高さを感じることができる、そんな作りとなっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間頭上空間ともに程よくあり、これは思っていた以上に快適な印象です。助手席の背面にはポケットが備わり、実はそれ以外は収納らしいものはついていないんですが、シートが本革とスウェード調の贅沢仕様なので、空間全体で見た時の高級感や豪華さでは本当群を抜いた完成度ではないかなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはこのような感じで、車格相応のとても広々とした、そんな2室空間となっています。2室左側にはライトが備わっていて、さらに2室空間を広げたい時にはこのように後席も簡単に倒すことができ、少し段差は気になる部分ではありますが、もともと車中泊をするようなお車でもないので、これはこれで容量重視でも悪くないのかなと感じました。いかがでしたか。本日はマツダのマツダ2をご紹介させていただきましたが、このブラックで引き締めたスポーティーでかっこいいエクステリアに、質感の高さを肌で感じることができる室内空間といい、まさに所有満足度を満たしてくれそうな素晴らしい一台でしたよね。実際にマツダ2に乗られている方や試乗された方の感想、または動画の感想など、ぜひぜひコメント欄に残していってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタン押していただけますと、動画制作の励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。